どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきましょう。いやーねー、前回ゾンビがすごかったね。たまたりねーなーっていうのと合わせて、そうだ、ナイフ。なんか、襲われた時用でちょっと欲しい。ってことは、手榴弾あいつめっちゃもったいないよね。もう気持ちがここに出て。預けよう。ここはもうちょっと開けよう。そうだね、こことここが、弾的な問題がね、3つか。サブマシンガンの弾切れるだろうという想定のもと。さあ、とりあえずね、なんか管理者権限をアップしていかないと意味がないんで。おお。そうか、このためのサブマシだったか。そこそこそこ。最後の1個をね、あ、最後の1個が一発になってる。よし。さて、ここは開けた。で、問題、あのロックだよね。解除の仕方ね。あ、いや、あれだよね、装置ロックかかってるもんね、まだね。あ、でも、これにもしかして入れてしまえばいいんじゃないか、さっきのやつを。これ、いや、これじゃない。これと、語彙力。これと、最後が、これ?あ、エラー、違う。あ、違う、俺混ぜてしまってるね。これと、これ、いや、バック。これ、これ、これ。いや、違うな。これが違う、こうか。で、こう、こう。よし、来た。いやー。もうストーカーってレベルじゃないんだよな。マジで。もうね、熱ありすぎ。こうだね。はい。とりあえず、ひるんどな。はい。よし。はあ。とりあえず、被弾しないのが大事やね。で、あー、これがあれか。はい。使って、これで、加湿剤を作る感じか。カートリッジに合うように、液量を調整してください。あ、入れるって感じか。いや、そういうダメだよね。うん、こうして、まず、移せない。はい。じゃあ、もうこれは、一回押すしかないね。はあ。なるほど。こうして、一回移して、で、回しの、移し、いや、結局戻ったね。戻ったね。戻ったね。意味、あ、いや、ちょびっと残ったね。で、
こうで、こう、こう、で、こうか。ああ、逆。あ、そっか、限界やもんね。で、オッケー、できたー。いやー、人気者は辛いけど、ああいう人気は嫌だな。いや、ほんとねー、ちょっと辛いよ、あれ。いやー、はい。あとは、なんか持ってない君。持ってないね。なんもないね。ってことは、いるね。疲れが。いやー、ナイフが一本持ってかれたか。これだと、こうい、あ、アイテム落ちてるんだね、でもね。こっち行くか。よしよしよし。よしよしよし。なんかこっちもこっちでさ、いい思い出ないんだよね。サーバールームちょっと行ってみようかな、次はね。ちなみに、ライフはまあ、まあ、なんとかという感じか。ひた、ひた、そこいらっしゃいます？そこいらっしゃいますか？そこにいるか。考えましたな。おお、コンバットナイフ。いやー、で、タイプライターがここにあるって、なんかな、なんかなーって感じよねー。いやー、マジで。サブマシンガンやろなー、これはなー。そしたら一回組み合わせるか。ってことよね。基本的に、だからこういうことよね。アイテムが多すぎるんだよな。ナイフが一つあるなら回避できるとして、銃も、いや、いいか。で、リロードしても一緒なんだけど、さあ、リッカー用だね、これはね。やつをもう倒すしかない。あのね、むき出しのやつを、もうそれが一回安全になる方法だもん、ここは。どこ行った？あの野郎、ちょっと駆除せんや。できれば2体固まっててくれると非常に助かる。よし。よし。バレてないね。あ、意外としぶといのね、あなた。動き早い。よし。あ、これは逃げよう。お、危ない。うわー、体の削った思わず。いやー、あの野郎、前回散々やられたからな、あの野郎。怖えよ。怖えよ、あいつマジで。これでどうだ。で、変える。あー、そういうことか。燃え切らなかったんだ。上だったら。はー。もう、さよなら。いやー、まーじ。あ、やったー、手に入ったー。燃やし尽くしてやる、マジで。で、ここはアイテムが、OK だね。よし。こっちは低音。あ、低音は特になんもなかったんだよね。液や、これ、とりあえず散布する、散布？
するの？どんな感じ？そうだよね、これも散布するだけでいいよね。よしよし、ちょっと手間かかったが、くるっと回って、あー階段いたね、そういえばやついたね、一人ね、絶対目の前いるでしょこの音。どこ行ったあの草野郎、草野郎どこだ。あれ門待ちじゃないよね、門待ちやね。よし、もう積年の恨みを恨みをここぞとばかりに。さあマグナムもなくなってきてる。こうだね。散布しよう早く。こっちだよね。次の部屋だね。で、はい、焼却処分でーす。はーい。うお、マジで。しかもこれ一発じゃないんだよね、さっき見る限りね。さあ盛大に使うものは使う。で使う。エラー、薬液の温度が適切な範囲ではありません。なんじゃそりゃマジか。ちょっとそれ聞いてないよ。死んだ？もう。もういい？今動いてた気がするけどさ。よし。よーし。燃えたぞ。回復は特にせずだ。意外とこうね、攻撃が、あいつまだ生きてるっぽいな。音したもんね。これなんだろうね、弾無限とか欲しいな、メタルギアみたいに。もうどんどんこれしか打たないもんね多分ね。マジで。さあで冷却しましょう。こっち来てて正解だったのか。ってことはアイテムない？ない？赤いマークがついてるとこは大体アイテムあるからね。なんなら弾をくれ。こっちもちょっと画面ぐるぐるするけどね。ないか。あら？意外とない。これ絶対寒いよね。こんな格好で入るところではないよ。いや、そりゃそうよ。はい、使う。はい、スタンバイ。リアルやな。おー、液体窒素かな？この冷やし方だとね。さあ、無事、OK。これで薬ができたと。アイテムは拾っていく。お、これで全部。よし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 。で、多分先に仕留めてるけど起きるんだろうね、この子がね。動くなって。動くなって、もう仕留めたじゃんちゃんと。なんで気合、なんでそんなに気合があると。いやーもうね、意地でも驚かしに来るっていうね。で、上がって、そうだね。来た道戻った方が一番安全かな。いや、ちゃちゃ、こっちだ。こっちはダメだ。
ね、確かに冷却したやつ触れるね。確かにね、液体チーズで手ベタベタにひっつくからね。あのひっつくといえばあの氷ね、夏氷舐め、寒い、暑いから氷舐めようとして舐めたらそのまま下にひっつくっていうね。はい、ムシムシ。さ、念のためセーブしとこう。さあ、もうちょいでここ終わる感じかな。あ、え、そうなの、今更、あ、罰押してどうかと思ったけど、あ、罰押したら一応見れるね、その方向ね。さあ、とりあえず、嘘でしょ、起きるの。あー、マジか、全然あいつ、全然あいつやられる気配ないじゃん。マジ火炎瓶欲しいぐらいあるな。あ、やばい。はい、刺すしかないよね、もうね。よし、もう行こう。そのナイフはちょっと預かっておきたいが。そうなんだよね、あのナイフはね、今みたいにいざって時に使えるから。はいはい、これで OK、 これで OK。 いやーマジこれでさ、あいつらも死んでくれんかな。薬液を散布します。ねえ、植物っていうところだとこの薬液でちょっと死滅してほしい気はする。あ、びっくりした。普通にゾンビが出てきたかと思った。雑草は駆除しないとね。だよね、これはもう出ないよね。規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。おお。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。そうか、でももうその人は本人は生きてないんだよな。やっぱ起きてるのね、こっちから行けないのね、そこも行けない。それちょっと返してね。組み合わせてで、もう使おうですよね。もう撃つしか、撃つしかね。もう刺すか。ナイフある、あったね。いやー、あげる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 。いや、いくら撃っても足りないもんな、弾が。うぃあー、これはやられちゃいましたね。そこいたかー、そこいたかー、マジかー。いやー、あ、そうだね、シェリー忘れてたね。マジかー、あれ、そっか、地下から行く方が正解かな、くるって回った方が良かったか。で、ここからと。さあ、意外とサブマシンガンが足りなかったっていうね。ナイフはもう一本ちょっと補充しておきたいね。おお、早い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 って、早いって君、さっき
あー、しかも散布してね。マジかよ。いやー、全てが計画がもう、計画がパーっすよいやー、ほんとね、さっきのほんとシンプルにキモいね。いやー、なんかシェリー助けないといけないんだけど、まず自分の身だよね。ナイフねえしなもん。いや、そんな軽く言う感じでもないよ。お2本刺してね。よっぽど恨みが困ってる2発だよね、あれはね。で、この隙に。違う、あった。意外とその手が、よし、もういいや、倒れろ。手に入れてるよね。あったあった、組み合わせ、これ以上テンパるとあかん。で、ここいるからドーンと抜けて、そう。そんな感じで、ちょっとおとなしく、イナバウアーやね。はい、よし。そんな耐え方はいらん。でもね、いらんってもう。ダメ、くさ。よし。そんなダッシュで来なくていいのよ。あるけど、あ、動くねー。もういいや、よし、ガンパウダーを使えばいいから、もういい、行こう。これでやっと使えると。あー、バイロンカートライト当てのメールと、セキュリティ強化の実施、ウエストリー立ち入り、あー、そういうことか。戻ってこっちってことね。いやー、でもあの稲葉は分かるのかな前回からあれ分かるか、言葉っていうのが言ってるけど、大丈夫かな。預けよう。教科や曲、どうしよっかな。意外と使うっていうね。いやー、ほんとねー、いや大変よこのゲーム。ようみんなするねようするねっていうの、まあ慣れてる人にとってはもう朝飯前なんだろうね、こういうのね。こんなわちゃわちゃ俺騒ぐことでもないんだろうね。だってさ、これセーブ回数があるってことはさ、やり込み要素でセーブ回数抑えてとかあるんだよね。いや、なかなかそうだね、フィギュア選手みたいな感じだね、あの反り方はね。ここも特になんもないんだよね。さあ、シェリーより先にこっちがダメになりそうだよ。レベル3解放しとくか。で、道がつながる。
ウエストエリアで見つけるか。戻るときにシェリーどうせ会いに行く前に解放するか。いやね、あれで回転し始めたらあいつなかなかの高得点叩けると思うよ。大丈夫か？なんか落ちてるね。ビデオテープ、ここで手に入る。ほう。もうなんかわざとらしくそれがあるのかな。出てこない？いない？こっちもいない？ないね。おらんね。なんでこうやけに解毒系があるかな。ここ多分通れるようになるのかな。通れるようになるってことは出てくるってことだよね、イコールね。なんか反応した気が。なんでここにアイテム、あーそういうことか。なんか使っていらないのがあればって感じか。うーん、これも預けとこう。だよね、テレビ、あったあったあった。あれ反応しない。まあいっか、電気が通ったからかな。OSS、組み合わせ、違う、調べる、OSS ね。うい、使う、オッケー。まだ使う、まだ使うね。さあ何が起きたのかちょっと読みましょうかね。じゃあ皆さん心の準備を。デイウイルスを確認。マーキー博士、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。いやー、間違って撃ってしまったわけか。捨てる。いやー、まあそうだね、作れるってことは解毒もできるだろうしね。パーキン、そうだね。ウィリアムか、さっきの人だね。根拠持って研究開発を打ち切られ、ウィリアム・バーキン所長解任。あ、どっちみち解任されてるところだったんだね。だいぶ追い詰められてる状況でああなったと。これ嫌だな。なんか嫌だね。そう、特に何もないと思ったら出てきたね。なんだろうこれ、映画のバイオハザードみたいな。びっくりした、一瞬それになってるかと思った。で、乾かしの、風吹きの、開きの。
こういうところさ、こういう端っこにさ、なんかない、なんもない。てかやたらなんかこの辺りが手に入るのが怖いんだけど。これで行こっかね。うわー、マジかー。グロイド苦手な人はここあれやね、なかなか見れんね。やっば。で、ここがその現場か。でもさあね、死体がないってことはだよね。あ、ダメだ。これまさか、まさか。嘘、やった。これね。まさか。これ取っとかなくていいっちゃろうか。もう一つしかもあるしね。よし、あとはシェリーに届けるだけ。研究記録と、G、範囲が、被験体に着生直後と、意識性。ああ、やっぱ成功してるんだね。知能低下が下がる。知能低下が下がる。まあ、下がってるね。だからさ、なんでこんなに出んのかな。しかもセーブポイントもあるってなるとさ、いや、回復も出てきたね。絶対何か来るやつやん。これ。グレネードランチャー用途。サブマシ。そうだよね、そうなるよね。そうなってきたらスパークショットもそっくに使えないし、ないよりかはあった方がマシって感じか。ハンドガンね。一応こうやって見れたんだね。先行、持っていくか。預けて、こうでしょ。で、これまだ使うだ。これ使うだろうね。マークがついてないから。こんなもんかな。硫酸。いるかな。なんか回復系はあった方がいいかなと思うけどね。さあ、ボス戦っぽいね。だいたいさ、展開的にこうなってくるとっていう気がするよね。順調にいってるからね、ここまでは。これ成長過程かな。ちなみに、特に何も出てこないね。よし。アイテムも、なし。いや、グレネードないのちょっときついけど。よし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 。何も。起きないことはなかったね。しつこいわね。あれ？もう終わらせるわ。こいつは何？私の夫だった。私の傑作なんだ。ウィリアム、
早く殺すべきだった。でもどうしてもできなくて。当たり前でしょう。お互い結婚より仕事を優先してた。シェリーのことはよく一人にできたわね。地獄のような街で。あの子のいる世界に G ウイルスをばらまくわけにはいかなかったのよ。ちょっと待ったー。ちょい後ろなんかあるし。うおーと、おー、ぶだ。よし、次はよし。さあ最後のマグナムを一発。うおー、ちょっと待った。そのタイミングでいやそりゃそうなるわな。で、こうなってくると、あ、飲みます。うわ、いったー。これマグナムじゃないんだよな。入れてる玉、スタンがあるか。よし、それだったら回避行動があれば非常に助かるんだけど、ふう、あー、なるほどね。おー、おー、あー、一応弾はあるんですね。回避行動が欲しいです。回避行動が、しかも本当に勘。ないねってなってくると、使うしかないよね。端っこ行きたくないけど行くしかないよね。またなんか見える。たまたま。撃ってるまで撃って逃げましょう。あ、回復キャップあるじゃん。助かる。で、投げ、はいはい。うい、痛いよ。背中を持った時がチャンス。おお。さ、膝。ああ、アイテム探そう。近い。となると一回。
抜ける。アイテムあったね。さて、意外と肩が、うお、そういう走り方、ある？ないっすな。やば。今のは。よし。角出せ、角。いやー、これでいけるかなー。いやー、ダメか。最終段階来たかな。いやー、硬いねー。嘘でしょ。そんな投げてきちゃいます。4発で、冷静に集めていく。これも持っていく。何も見えないけどね。変える。溜まったの？それはそれで。ちょっと待った。今何が？痛い。あちあち。さあどうしよっかな。今ので終わりか。あ、そっちに行きます。いやー、そしたら、いや、やばい、大船。だよねー、回復足りねえなー。さあ、あとボス戦か。とりあえずグレネード欲しいな。いやー、ナイフかナイフでやるしかないのかな。さあ、あそこ結構弾やばかったよね。あとちょいだと思うんだけど、マグナムは最後に取っとこっかな。よし、弾があるなら。いやー、一回できたかったな。ナイフ何も使い道ねえしな。でしょう。で、ナイフは微妙。お、意外と先行が良かったね。回復足りるって感じだよね。こうして、そうやね。まずは普通の銃でできるだけ削り、その後角出したらマグナム打ち込みっていう感じかな。スパークショット打ち込むか。それまでにちょっと一回回収しとかないといけないね。いや、つえーよー。
これ最後であってほしいな、こうなると。じゃあムービーは飛ばそっかね、どうせ繰り返しだし。スキップ、いきなりマイカ。痛いね。そう来る？いやむずいね。攻撃早いし強いし。まあいいや、とりあえず。意外と背中難しい。タイミングが悪いね。もんかな。意外と当たんないね。ここか。取れない。逃げよ逃げよ。おうどいやー、お願いなので一度ずつ背中を見て。はい、さあさあさあ、そうそう、味わい。入ってない。しかも今の入ってないか、ダメージ。おお、やばい。ここに来てサブマシンガンが役に立つ。あー、なんとなく避け方は分かったかもしれない。もしかしたら。あ、だよね、この時は前に出たが勝ちだね。うー、痛い。じゃあ、はい、危ない。あと15発。ないね。おっ、とりあえずこっち来て。ナイスパワー。よし、いい。そんなふざけてる場合ではなかったな。うぃー、マジか。いい、そんなんある。うぃ、
まさか前に行くのが正解と思わなかったな。それは前に行ったらダメだね。いや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 、さあさあさあ、これダメ、まだダメ、よし来たー。あてめえマジで、もう弾何もないよ、めっちゃ痛も落ちてるし、いやあとはこっち行ってちょっとねアイテム回収だけちゃんとしていこう。いや、まさか前に行ったら当たらないっていうね。あ、マグナム取ってなかったな。いやスプラの時と一緒で、意外と突っ込む時は突っ込んだ方がね。何の話やってなるけど。マジでこれ、ほんと死んだ？まあ、スパークショットは一発だけだったね。意外と難しいな。急いで戻らないと。さあ戻るぞ。だからやったらなんかここら辺弾とこ置いてあったんだね。さあちょっとこれ預けて。お役目終わりやね。ナイフもなくなるであろう。いやーでも意外と使ったなー。そうだねー。こうして。そうだね。保険で持っていとくか。いやよかったよかった。いや一安心だよ。とりあえずちょっとねセーブポイントがないのが気になるけど、あれもうないよね、見るものないよね。行くしかないか。まあでも一回試しに突っ込んだのは本当でかかったね。でもね、特に。行って、上か。左だね。さあ。これでシェリーが助かってるかどうかだね。間に合ったのかな。と言いつつ、今ね大量に弾があるからね。ここぞとばかりアイテム回収いくよ。そう、名付けてる。まあここら辺相手取れるアイテムが増えるんじゃないかなと。まあまあシェリーもうちょい待っててね。シェリーね、いい声。いや取り出してさ、もう一度いやー、まあ似合ってないと困るんだけどね。あんたなんか頼むよ。あら
意外と大丈夫。あ、間違えてリロードしちまった。あ、いや、これで帰ればいいのか。できるだけマグナムだけ入れときたいんだよね、弾的にはね。さあ、MUF だね。MUF は、早かった。難しいようでそうでもないっていうね。さあ、OK。で、お役目ごめん。ちょっと待った。起きなくてよっか。起きなくてよっか。ほんと。いやー。あ、サイドバックめっちゃ大事じゃん。てか、あと2つあんのか。ウィンディ。この人だね、D さんね。で、ウイルスが回ってきてしまったという感じだね。電気ついたからもしかして取れる？あー、隣の部屋にあるのかな？いいよ。顔出して。あ、力いったか。早いか。ただ上戻れないもんね、ダクトからさすがに。盛大に外す。まったく。腹立つわ君は。あれ意外と、ありそうで、あ、これか。あー、支流だね。で、オッケー、よし、アイテムゲット。じゃあちょっとね、これがこの外遠回りがシェリーの位置にどう関わるか。なんかね、助かるのか助からないのか。まあ助かったら助かってで、多分子守りをしないといけないんじゃないかなと。シェリー、クレア、よかった。ママを助けて、アネット。シェリー、具合はどう？大丈夫。ママこそ苦しそう。ママ大丈夫。そのモニターを見せて。よかった。シェリーは助かる。すぐには回復しないけど、ええ、G ウイルスは消えてるわ。今の聞いた？ママどうしたの？あいつに襲われて。私なら心配ない。娘を連れて行って、お願い。ごめんね、シェリー。一人にして、あ
なただけは助かった。ママを置いていけない。置いてかないわ。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。施設封鎖を開始します。どうなってるの？自爆装置が作動したの。Gウイルスの漏洩を防ぐためにお願い、娘を助けて。いや、シェリー、ママにさよならして。さあ早くさよならして。ねえシェリー、ママはね、あなたを愛してたの。早くここを出ましょう。急いで。お守りって本当ね。クレアがいてくれてよかった。その話は後でしましょう。急がないと。早く。はい、ということで、まあこれでなんとかシェリーは助かったけどっていうところだね。いやー、そうだね、一応公開収録なんで動画を見てる方はここまで。ちょっと時間なんか来そうな気がしてね、ちょっと一旦ここで止めとこうかな。でライブ配信見てる方は、多分そろそろクライマックスなんで、このままちょっと続けようかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。